園にこもっていてもイスカンダールの理想を実現することはできません。みな、私に続きなさい。ヤシュニーさん、助けて。何かに飲み込まれる。どうして僕みたいなノロマが選ばれたんだろう。村長は何を考えているんだろう。ああ、わからないから考えるのはやめにします。とにかく旅に出ることになりました。難しいことをいろいろ喋っているな。よくわかりません。師匠の声など耳に入っていなかった。俺の目は少女に釘付けだった。銀色の髪、銀色の瞳、見たことのない色だ。体が熱い。俺は自分に何が起こったのかまだ分かっていなかった。ただその銀色の少女から目を離すことができずに立ち尽くしていた。打ちのめされた。不思議な言葉遣いと読みにくい表情だったが、そこに示されていたのは軽蔑と哀れみだった。薄汚れた野良犬を見るような態度だった。私は一体何を話しているんだ。古代妄想の作り話か、それともまさか真実か。
運びの荷を取るか、ドラゴンハートを取るか、俺に迷いはなかった。運び屋が荷を捨てるわけにはいかないんだ。テゼ、次は必ずお前の鼻を明かしてやるぜ。はい、じゃあやっていきましょう。今回はエボランドをやっていきたいと思います。まずは日本語に、これかな？間違えた。どうしよう、印象を持っているのか。ないな。50グリッド。OK。モード7っていうのか、7っていうのかな。90年代に現れたのか。何か入った。うそー！嘘だー。よーし。行くぞー。おっしゃー。あれ、これって HP 満タンじゃないといけないのかな。もうダメだったんだけどな。どうなんだこれは。うそー、次こそ行くぜ。無敵の人が現れた。俺のストーンアーマーを壊したのはお前か。だがこれで俺を殴ることはもうできない。頭から足の先まで燃やしてやる。よーし、これがまた避けづらくて苦手なんすよね。青い玉は当てると。跳ね返して当てる。はい、じゃあ頑張っていきます。初めてで、ね、いきます。オープニングから見ていきましょう。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが話しかけると、おう、桃太郎のんびり旅をしておるか？もう一度ここに来た記念にこれをくれてやろう。おー、やった。こんな感じで仙人のカードは2回訪れて、もう1回話すともらうことができます。はい、そしたらですね、このまま次の村に向かっちゃおうかなと思います。おー、あれですね、さっきの、一枚が見れると。虹が見たくなったらいつでも声を上げてください。わかりました。はい、やっていきましょう。今回はアンリミテッドサガやっていきたいと思います。初心者から始めるアンサガラへの道ということで、第1回ですね。まずは今回ですね、最強武器のダマスクスっていうのを作っていこうかなと思っています。例えば鉄鉱石が重量6なんですけど、ベースアイテムの素材の重さ6に、追加アイテム。例えば、木材ですね。増木かヒノキかカシっていうのを足していくと、追加アイテムの重さっていうのが1になってくるので、